おい。いや。ああ。ああ。おう。お兄さん。四代目、お
話伺えますか。ああ、待たせて悪かったな。ついてきてくれ。どうしてタクシーなんですか。どこに耳があるか分かったもんじゃない。車の中が一番安全だ。どういう意味ですか。ひょっとして内通者がいるということですか。ああ、渡瀬は俺がこの町にいるということも、あの日大吾を乗せた後何をしていたかまで全て知っていた。何ですって。渡瀬の情報源は。大吾の秘書、本部長の青山だ。青山組長か。青山は渡瀬の大門違いの兄弟分。特に交友があったというわけでもないようだが、俺が福岡にいるという情報を渡瀬に流し、福岡に呼び込んだのは間違いないようだ。どうしてそんなこと。わからない。ただ青山は大吾が行方不明になる前から俺のことを密かにマークしていたということだけは確かだ。狙いは山笠組への牽制か。その可能性はある。青山が近江の渡瀬が俺に強い興味を持っているということを知っていたならな。どういうことです。渡瀬の性格からしてすぐに行動に出ると踏んだ青山は、渡瀬組をうまく福岡に呼び入れたってわけだ。つまり今この状況で渡瀬組を福岡に乗り込ませれば、事情を知らない山笠組は東条会との杯を近江が妨害しに来たものだと考える。近江との戦争する危険性が高まった山笠組は焦り、東条会との杯に踏み切る。つまり渡瀬組の福岡入りは杯交渉のために青山組長が仕掛けた策ということですか。だが一つ引っかかる。何がですか。大吾はこの青山の策を知っていたんだろうか。え？どうなんでしょう。何か思い当たる節でも。俺がこの車に大吾を乗せた時、あいつは命を懸けて交渉に臨む決意をにじませていた。そんな覚悟を持った大吾が交渉のためとはいえ、あえて危険な渡瀬組を近づけるような作戦に出ただろうか。俺の勘が正しければ大吾の失踪、裏で絵を描いているのは。まさか青山組長が。青山は今どこに。それがどうした。青山組長は会長代行として斑目組長との杯交渉に向かっています。何だと。場所は。長洲街の北、山笠組本部です。静かだな。組長室周りを固めているのかもしれませんね。これは好都合だ。組長室は上の階か。とりあえず最上階を目指すとするか。ん？見張りか。
仲間を呼ばれると厄介だな。今面倒は避けたいですね。何か策は？ん？あの扉から入ったら見張りの裏に出られるかもしれませんね。なるほどな、行ってみるか。サンダー、どっから入ってきたとや。結局こうなるか。やるしかないようですね。早急に片付けましょう。急ぐぞ。青山組長、これは。お前らが来るとは思っていたが、意外と遅かったな。お前が青山。これはどういうことですか。山笠組とは杯を交わすはずじゃ。俺が何の細工もなしにそうしないことはお前らも分かっていたはずだ。だからやってきたんだろう。俺は花から山笠組と手を結ぶつもりはなかった。金をちらつかせて相手を安心させた後、ゆっくり殺すつもりだったが、田舎組織とはいえよぼよぼのじじいになるまで組長をやっていただけのことはある。まだらめはこっちの殺意を見抜いていたようだ。俺が目を離した一瞬の隙を見て、逆に銃をぶっ放してきやがった。てまあ、弾が外れてくれたおかげで隠し持ってたナイフで胸をひと突きすることができた。どうしてそんなこと。決まってるだろ。天下の登場会が山笠組みてえな小さな組と五分の杯など交わす必要がないからだ。しかしそれは道島会長の意思に反する。あなたは道島会長に背くつもりなんですか。道島会長だと。元会長の間違いじゃないのか。青山組長、あなた今なんて。現時点で登場会のトップはこの俺だ。会長が消えちまった以上、俺の意思が登場会の意思ということになるんだよ。
俺の考えは至ってシンプルだ。極道は食うか食われるか。杯なんか交わしてる暇があったら山笠組を潰して島を奪えばいい。そういうことだ。ま、堂島だろうが桐生だろうが、極道ってのはな、一度その座を譲っちまったらおしまいなんだよ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた。何をしてるんだお前、早く銃を下ろせ。答えてください大吾。お前何をしてるのか分かっているのか。俺は会長代行、仮にも登場会のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか。回答次第では。兄貴、これは空砲だよ。あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろう。間違って撃って肩に弾当てたりしたらお上と戦争になっちまうからな。俺は身内の不祥事に厳しい。それは知ってるよな、森永。青山組長。お疲れ。兄貴！兄貴！兄貴！森永！青山、貴様。もっと四代目は引っ込んでてください。これはあくまで身内の問題、登場会のしつけの一つですから。貴様、感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。なんだと。こいつらがまだらぬ組長。何やと。親父、親父、おい救急車や。早よ親父を病院に運ばんか。貴様、何もんね。説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも早く行け。絶対に、絶対にそいつを死なせるな。はい。親父ば刺したとは貴さん。違うと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで弾取っちゃうけん。死にさらせボケが。モテクリこかして。Yeah!
やるのか。大御殿、八幡兄貴までやられた。すぐに来てくれんね。
身の程ばわきまえんか。さすがですね、四代目。この状況を私ならまず逃げ切れない。こうでもしなければね。何をする気だ？感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されない。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。青山、貴様！真由美、どうしたんだお前。半年も一緒にいてこういうこともなかったんだし、
いいじゃない、たまには。誰に雇われたんだ？おととい、俺が中島社長と一緒にお前の店で飲んでいたこと、登場会のある男が知っていた。あの日店には山笠組系の男たち二人、それにキャストの女、店のボーイが数名いた。だが俺の素性を知る人間はあそこにはいない。お前なんだろう。俺の情報を登場会に流していたのは。待って、今から会ってほしい人がいます。桐生一馬さん。お連れしました。あんたは山笠組のまだらめ。昨晩は世話になりましたな。うちの八幡とやり合ったんでしょう。無事だったのか？防弾チョッキの類を着てましてね。おかげで命拾いしました。実はある人に警告されていたんです。登場会の人間と会うときは用心するようにと。警告された？ええ、そうです。その人は私に言った。もし自分が消えた後、登場会の中にまだらめさんに近づく人間がいたら、その人間が組織の裏切り者の一人だと。自分が消えた？まさか。そう、私に警告したのは他でもない、あの堂島大吾さんです。これでよろしかったのかな、堂島会長。ええ、お車を手配いただきありがとうございます。まだらめ組長、ホテルでの会合をキャンセルし、車での面会を申し入れてほしいと直接あなたから連絡を受けたときは正直驚きました。何か不都合でもあったのかな。大変申し上げにくい話なのですが、我々のどちらか、もしくは両方の命が狙われる可能性がありましたので。おお、それは穏やかな話じゃないですな。今日の会合、長洲グランドホテルでの会合は全て登場会のセッティングで動いていました。ですがどうも様子がおかしかった。おかしい？どこが？本来杯交渉などの際、場所は人目につかない郊外の窓の小さい部屋を用意するものです。隣接するビルからの狙撃や敵の来襲に備えるのは当然ですから。うん。だがあのホテルは長洲街の一等地、それも大きな窓がついたスイートルームが面会場所としてセッティングされていた。まるで撃ってくださいと言わんばかりのロケーションです。それにあのホテル、構造が複雑すぎる。あれでは警備を固めようにも必ず穴ができてしまう。万が一警察や他の組織に踏み込まれた時、侵入経路がありすぎて
対処しきれません。あの会を極道のしきたりをよく知る人間から見ればことごとくセオリーに反したセッティングがされていた。まるであらかじめ誰かを殺すように仕組まれたような。つまりあなたは身内の何者かが組織を裏切ろうとしていると、そう言いたいのかな。はい。今回の杯の件、反目する組員がいたの事実ですから。なるほど。マダラメ組長、一つお願いがあります。車を降りてからも口裏は合わせていただきたい。それと私がこの後消えることをお許しいただきたい。消える？堂島会長は拉致されたのではない、自ら行方をくらましたのです。福岡から脱出するために。どうしてそんなことを？自らの命が狙われている以上、他に策がなかったのでしょう。私との面会直後、行方をくらませれば山笠組の仕業だと誰もが思う。その隙に堂島会長は福岡を抜け出したんです。じゃあ大吾は東京に？いえ、東京に戻る前に確かめなければならないことがあるとおっしゃってました。そのためにしばらくの間姿を消すと。確かめなければならないこと？裏切り者のことか。あの日の様子からして青山という男が怪しいということは堂島会長も感じていたはずです。ということはつまり真の裏切り者は別にいると。あ、大丈夫ですか？ああ、キリュウさん、あなたには謝らなければならないことがあります。この女を近づかせ、あなたが福岡で暮らしているという情報を東上会に流していたのは他でもない私です。あんたが？堂島会長に頼まれたのです。福岡にいるあなたが素性を隠して生きていけるように守ってほしいと。大吾が？堂島会長もあなたが福岡にいるという情報までは掴んでいたようです。あなたが素性を隠していることも知っていた。だから会長はあなたが騒動に巻き込まれることなく穏便に日常生活が送れるようにと、わざわざ福岡まで私を訪ね頭を下げたのです。そんなことが。関東最大の組織の頂点に立つ男が地方の一勢力に過ぎない山笠組に頭を下げる、これがどれほどのことかあなたならわかるはずだ。以来私は堂島会長と通じ、真由美から得た情報を会長に報告していたのです。真由美とあんたの関係は？親子です。真由美は私の実の娘です。あんたの娘？桐生さんが福岡にいるという情報は極秘中の極秘事項。心から信頼のおける人間にしか教えられません。だから私は実の娘である真由美にあなたを守るという役を託したのです。だがもし最初から桐生一馬という男がどういう人間なのか知っていたら、自分の娘を近づけたりはしなかったでしょうな。どうしてだ？あなたに惚れてしまうからです。
私も人の親、実の娘が結ばれない恋に悩む姿は見たくなかった。キリュウさん、これを。これは山笠組の解散宣言です。これをあなたの手で警察に出していただけませんか。なぜ解散を。育ちすぎた子供たちをこれ以上小さな城で養うには無理がある。山笠組は本来小さな家です。だが私は子供たちを受け入れすぎた。東条会という巨大な組織と一触即発の状態になってしまった今、私にできることは可愛い子供たちが生きていけるようにすることだけだ。マダラメさん、解散すればもう我々は極道じゃない。島を明け渡せば東条会や近江から命を狙われることもないはずだ。これが最良の選択なんです。身を引く覚悟があんなら、直接あんたの口から子分に説明してやるのが義理なんじゃないのか。九州の男ってのは頭に血が昇ったら最後、この状況で東条会と喧嘩するなと言っても素直に言うことを聞くような子供たちじゃない。ならいっそ法の力で収めてもらうのが一番の策。解散すれば組は実質警察の管理下になる。東条会や近江も迂闊に手出しはできません。でもどうして俺が。本来なら私が納得いくよう組員たちに説明すべきだ。だが今はこの体、東条会との戦争を避けるための話し合いをすることすらままならない。それにあなたが解散の届け出を出したと知れば、あの八幡も納得するんじゃないかと思いましてな。あの男が。昨晩あなたと八幡は拳を交わした。八幡というのは計算はできない男ですが、一度拳を交わした男がどういう人間なのか、そういうのはちゃんとわかる男です。まあ不幸中の幸いとでも言うんですかな。こうなる前に八幡とあなたが戦ってくれていてよかった。勝手なお願いをしているということは分かっています。ですがこの老いぼれの願い、どうか叶えてやってもらえませんでしょうか。キリュウさん、私があなたを騙していたことは一生かけても償います。ですからどうか父の頼み引き受けてもらえませんか。真由美、俺はお前が思っているほどできた人間じゃない。え？俺もお前の親父もあの青山ってのも根っこは同じ。所詮は極道だ。だが極道は極道でも皆同じってわけじゃない。俺はできた人間じゃないが、男の頼みを聞けないほど腐っちゃいない。あ、キリュウさん、これは俺が預からせてもらう。え、
ですが。腐れに育てられたガキの世話は嫌いじゃない。本気で俺に任せるというなら、何も聞かずに預けてくれ。キリュウさん。結局俺は一人じゃなかった。一人になることなんかできなかった。理由はどうあれ、弱り切っていた俺のそばにこんないい女を置いてくれたこと感謝している。絶対に青山の好きにはさせない。それだけは約束する。それじゃ。すまんかったわい、真由美。今すぐあの男ば追いかけてもよかとばい。お前が狙撃したかとやったら、私は全てを受け入れるつもりやけん。真由美。それ以上言わないで。どうにかなっちゃいそうだから。お願い。お父さん。この世の地獄を見せてやる。後悔する。
くな。見逃してくれ。
ちょっと待ってよ。